株式会社ドジャース商事は、秋田市三王林会長に本社を置く企業。秋田市生まれの比企の安次が、早稲田大学小学部卒業後、丸い勤務を経て帰業。父が経営していた比企の商事に入社。1981年10月、ドジャース商事を創業する。ドジャース商事は、会員制を導入し、会員は1%引き、特定日は3%引きにするなど、 秋田県内では先駆けて安く売るシステムを構築。取り扱う商品も生鮮を含む食品、生活雑貨、医療品、電化製品と広げていった。当初は経費を削るため新聞チラシは入れず、ロゴマークなどは美術が得意であった引き屋の妻が手掛けるなど、創業当時から経費を削り、一店舗のみの運営ながら年賞約30億円を樹立していた。 ヒキのは2001年7月23日に秋田地裁から倒産した秋田と一屋の事業管財人に選任された。その後、ヒキのは労力の9割を秋田と一屋に注ぎ、経費のかかりすぎていた経営体質を改め、仕入れの効率化や売り場の見直しなどを進めた。2006年3月、秋田と一屋は商工組合中央金庫から約4億円の ディップファイナンスを受け、2014年3月期までとしていた債務の弁債を7年前倒しで完済し、構成計画は終結した。本館を秋田市三王林会長に置き、後に同志川尻大川町に食品をメインにしたドジャース食品館をオープンした。また、構成計画は終結によって秋田と一夜は店舗の一部をドジャースブランドに転換し、 ドジャース運営のディスカウントスーパーに移行している。2010年に楽天市場にドジャース楽天市場店を出店。以前の飲食店舗現在は寿司製造工場のみ。ありがとうございます。